はい、どうもハム太郎です。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、グレン・モユールは猛獣の悪、超絶アシュラを貴族生2体積みにての攻略でやってみようと思います。で、なんで今更アシュラをやるかと言いますと、昨日の夜、最後の1回勝ちまして、ついに蓬莱様が、そう、私の蓬莱さん、ついに運極になったんですよ。なんと1日で爆絶運極が2体できるという素晴らしい日だったんですけど、カナンと蓬莱、まあ、どっちもね、使い勝手のいいキャラが運極になってくれたんで嬉しいです。じゃあなんでアシュラをやるかと言いますと、アシュラが、今ラック97か98でずーっと放置したんですよ。やろうやろうで、やろうやろうと思ってたんですけど、まあ別にね、アシュラを運枠で使いたいところもね、そんな思いつかないし、まあ後回しでいいやってなってたら、ずーっとラックそのままで放置したんで、いい加減やろうっていうことでやってみてます。で、どうせやるんだったら、まあ、せっかく運良くなった蓬莱を使いたいんですけど、今更、蓬莱を使ったガチパで行っても、まあ面白くないんで、まあね、今の時代だったらもう貴族生2体積んでも、アシュラいけるんじゃないかなということで、お試しチャレンジさせていただいております。よし。で、まあまあ、メンツ的には、もちろん蓬莱、これはですね、その運極がなった嬉しさで使ってます。で、キングはですね、アンチブロックとアンチダメージオール持ってるんで、ほんとこのクエストに出てくるギミックの、主要ギミック2個を持ってるんで、使用させていただいてますね。まあ正直弱点キャラとか今回に関してはあんまり期待してません。で、ガブリエルは、まあ貴族性ダメージオールの中でね、最近はもう最強とは言えないけど、やっぱ電撃友情はね、属性関係なくダメージ入るんで、効いてくれるんじゃないかなぐらいのイメージで使ってますね。で、ダルタギャンは、持ってない、今で僕も持ってないんで、単純にいいなって感じで使いました。あと強いし、猫ちゃん。そう、重心化がね、なんか、みんな、強くないっていうのを結構ネットとかでも聞くんですけども、まあ、確かに、正直期待していたほどではなかったです。期待を若干裏切られた感はあったんですけども、まあまあまあ、それを置いても、全然弱くはない。すげえくらったな。まあ、強キャラと言えると思うんで、このダルタギャンもしっかり使っていきます。すげえ食らったね、今。ちょっと調子こいたかな。調子こいたね。どうしようか、これ。回復しないと無理だよね。回復しても次何もできないから、とりあえず、でも、するしかなかったね。うわぁ、向いて。電撃で削って。おまけでおまけで。あっぷねー。やっぱね、腐っても超絶だね、アシュラ。そこそこ火力の高い攻撃がやっぱりしてくる。とりあえずキングとガブの仕事はまあまあ、なるだけであれだけは引っ張って、少しでもダメを稼いでいくことですね。多分これハマっても効かないよね。しかもそもそもハマれてないし。で、ここのクエストはとりあえずね、次に来るのが、まあ、次のターンってわけじゃないんですけど、あと6ターン後かな ?1 ターン後か。に、左下に、拡散弾じゃないけど、なんだろうね、弾撃ってくるんで、なるだけ避けていきましょうっていうところですね。今更蓬莱じゃない。アシュラの攻略言ってもどうしようもないですけど、一応。でも軽くないだけでも87万ですからね。やっぱダルタギャン強い。欲しいねー。いけっかな。あ、こんな入れないとこだっけ、ここって。なんかもっとこう、スイス入れたイメージがあったけど、気のせいかな。痛い痛い。
とりあえず抜けたかな。回復したい。回復できない。マジか。さあ、ボスですね。まあ、一応言うと、ここは、大体位置で言うと、そのシールド、画面上の下半分と、そのシールドに行くぐらいのところまでが、3ターン後かな、ここから。アシュラが白爆をしていきます。それがちょっと痛いんで、スピードダウンをうまくこと利用して、こう上にね、逃がしておく。逃げなかったけど。下に逃がしておけばダメージは食らえません。まあ、そんな痛くない。あ、でもガブの電撃やっぱ強いね。なんか最近ちょっと使ってなかったけど。そうだよね。言うても超重心祭限定キャラクターだしね。砲撃型の電撃。もう出てパンドラが出るまではぶっちぎりの、ぶっちぎりってことでもないから、でも本当に最強クラスのキャラでしたからね。いった。本当油断してると死ぬね。一回使っちゃうか。オールアンチ。オールアンチで、引っ張る、ダルタケンを。あんまりダメが入んなかったな。マジか。まずいね。よっ。あ、いい感じ、いい感じ。やっぶね。本当に死んじゃうよ。さすが超絶。侮っちゃ勝てないね。はい。ここはですね、一応、アシュラの足元にいると、扇状貫通弾みたいなものを、あと3ターンで撃ってくるんで、こんな感じで画面の上にキャラを逃がしてあげます。もちろんそれまでに削り切れたって人もいるかもしれませんけど、別に今ロボットキラーもいないですし、そもそも貴族性2体積んでいるので、安定の上に逃げる形を取っていきます。こんな感じですからね。こうすれば、弾は当たりません。こっからはもう本当に必死こいて、削るだけです。よっ。もう80万。まあまあダメージだ。一発一発が痛いんじゃ。だいぶ痛いんじゃ。すごい。大体。これはちょっと取っときたいね、これは。剣と回復、素晴らしい。よっ。おっと、ちょっと嫌な位置だね。で、ここなんですけども、ここは、ステージ1と同じシルバック打ってくるんで、画面の左側に逃げましょう。で、ここも、ちょっと雑魚削っときたいんで、ダルタギャンの友情をうまく使って、処理していこうと思います。出たね、ダメージ。ちょっと予想以上の、いい動きをしてくれた。逃げ切れそうだけどね。いけるか。まあ、無理くりですけどね。はい、ラスゲ。ラストゲージ。まあ、ここも基本的にやることは同じですね。3ターン、4ターン後か。こっから数えて4ターン後に、アシュラが、ここは下、そうですね。またも同じく、下に向かって、弾を撃ってきます。その弾がだいぶ痛いんで、当たらないように上に逃げましょう。上に逃げましょう。よいしょ。上に逃げましょうって言ってるけど、下からのレーザーもちょいちょい撃ってくるな。しょうがないか。場所をいい感じに取りながら
痛いね。ちょっともうこっち取っとこう。さあ、こっからこっから攻めますよ。誰だけでも取ってくれてるし、一番効率よくダメ稼げるのはちょっと下向きかな。蓬莱自体はスピードダウンしてるんで、あんまり軽くならないと思うんで、こんな感じかな。はい、なんと一撃、さすが蓬莱。これがドロップだからやめらんないよね。まあ、クシナと一緒なんだけどね。なんだろう、やっぱ、可愛いしね、蓬莱は。それが、結構大きい理由です。さあ、おまけでアシュラ落ちたかな？落ちたかな、と。1個。1個。まあ、せっかくなんでね、最後まで、合成するとこまでやっていこうと思います。さてさて。さてさて。お、ちょうど日付変更だ。あ、ちなみにですね、サンダルフォンは引いてません。引いてないというか、オーブが今116あるんですけど、どうせやるならもうちょっと貯めてからしっかりと狙っていきたいっていうところですね。はい。アシュラさん、お、上か。そうか、アシュラ回だもんな。アシュラ回は、ういっと。あ、いいですね。切りがいい。はい。ついにアシュラも運極か。まあ、どっか使っていきたいですね。せっかく運極になったんで。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎です。よかったらチャンネル登録お願いいたします。どうも。